はい、今日はねプロという考え方をちょっとお伝えしたいなと思ってこれはまあ僕自身の経験だからこそ言えることだと思うのでそれを皆さんにね是非ちょっと伝えたいと思います。で僕自身はあのプロバスケットボール選手を目指していて、まあ、なれなかったという人間なので逆に言うと、まあ、なった人の気持ちっていうのは分かってあげられない部分はあるんですけど想像の話にはなってしまうんですけど今プロバスケットボール選手で僕の,あの先輩とか。 ま後輩はね。先輩はすごい。今引退シーズンをどん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 迎えて、もみんな30とかの半ばとか。まあ30。僕の同級生は30とかそういう年齢なんでもう本当に引退が迫ってて、その後何するってやっぱなっちゃうんですよ。これ分かりますかね？多分普通の人っていうとちょっと弊害はあるんですけど、一般的なのはやっぱり勉強頑張って。受験して高校行って、その後頑張って勉強して大学行ってその後も自分がしっかり行きたい。企業とか面接して。 行くみたいな感じだと思うんですけどスポーツやってる人ってスポーツで大体物事が進んでいくんで推薦が来ましたじゃあ行きます強豪校からで大学も「推薦が来ました,じゃ,まましたじゃあ行きます」で大学も頑張って有名な選手になるとプロに行かない選手は実業団から必ず監督のつながりがあるので「あお前あそこの実業団どうだ」ってこう、まあ、言ってみればこう。 監督からの天下りみたいな感じで、まあ、大企業に入れてもらえたりだとかするんですけどその時にみんなね壁に絶対ぶち当たるんですよ俺今まであんなに頑張ってきたのに何の成果も残せなかった普通のサラリーマンか。 ででで絶絶対対ななるんすすよ絶対なりますこれで今の世の中どういう世の中っていうともう年功序列終わったんで年功序列は終わりましたなのでね時事をどちらかというと搾取する時代になってますじゃないと日本が回らないんでねもう皆さん知ってると思うんですけど僕今30なんですけど僕らが60になったら年金もらえないって言われてどん,どん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 引き延ばしされてまあ僕ら多分70ぐらいで年金もらうと思うんですけどじゃあその10年間どうするのってなった時に定年雇用努力って言って10あの もう国が年金、僕ら私たちも年金払えないので企業さんあなたたちが「じじバばばを面倒見てください」って言って60になった時にまだ働けるのを選択するっていうのがあるんですけどこれリアルな話ねうちのお父さんうちのお父さんマジで今65になる年なんですけどもういいらないんですよ要はジジイを会社に残す高い給料でジジいを会社に残すより。 やあの安い給料で若い人材バンバン取った方が当たり前じゃないですか体も動くし働けるし頭の回転もいいので企業にとってはそっちの方がプラスなんですよでどん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 会社回してもらえば企業も当然お金が儲かってその分配当も大きくなるパターンもあります今、まあ、ブラックな企業だと配当もらえるパターンありますまあそっちはどうでもいいんですけどだから要は言ってみればサラリーマンもプロなんですよお金もらってるんでプロバスケットボール選手はお金をもらってバスケをするサラリーマンはお金をもらって仕事をする そういうことです。わかりましたかこれ皆さんこの続き YouTube で上げますのでぜひ見てください。